こんにちは、ようくん町ブラチャンネルです。本日は大分駅周辺の散策でやっていきます。よろしくお願いします。それにしても大分駅めっちゃ綺麗です。へえ、大分って冷凍みかんが有名なんですね。それでは改札を出て駅構内の様子を見ていきましょう。はい、早速気になるものを発見。大分は鶏肉で有名ですもんね。おお、金の卵が。で、駅中の様子はこんな感じ。あらー、天井には木の作りかな。清潔感があって開放的な雰囲気ですね。では今カメラ向けてるこちら側が北口、大分の繁華街方面。これがめちゃくちゃ栄えてるので早速街の様子を見ていきましょう。はい、こちら大分駅北口、どうでしょうか、この広々としたロータリーで。こちら大分駅、駅には九州でおなじみアミプラザが直結。いや、それにしてもでかいです。まるで新幹線の駅みたい。駅前もこんな感じでビルがたくさん建ってます。いろいろ九州の主要都市を回りましたが、ほんと都会的な街が多い印象を受けます。とにかく大分駅前の都会ぶりには脱帽です。駅前には大分の誇り大友宗麟の像が、後に大友氏が関連する庭園も行きます。そして大友宗麟と関連があるこの方、フランシスコ・ザビエル。九州の街歩きたくさんやってますが、大分に限らずほんと有名な偉人の出身が多いなぁと感じます。それではお待ちかね、大分の街歩きと簡単な紹介でやっていきます。はい、駅前広場がありまして、まずはこちらを左手側に歩いていきます。正面の赤い看板はラーメン工房福屋、大分を代表する豚骨ラーメンで有名みたいです。食べたいけどね、ちょっとね、先ほどラーメンを実は食べてしまったので、今回はちょっと我慢です。ほんと申し訳ないです。ってことで駅前のアーケード商店街をひとまず歩いていこうと思います。こちらですね。はいはい、こちらセントポルタ中央町というアーケード街。この日は平日の昼間だからすごい人が多いわけではないですが、見ての通り有名チェーン店から個人でやられてるお店が軒を連ねてます。しかし九州の都市のアーケード街は発展がすごいものがあります。またこのアーケード街は大分独自のものを食べれるお店が多い印象を受けました。今歩いてきたちょっと手前にはこちら昭和47年創業、あらー、味のある洋食屋さんです。で、こちらお店サンドイッチも売られてて、きっと大分では有名なお店なんでしょうね。いやー、それにしてもいい雰囲気です。で、商店街にあるこちら、大分のグルメを味わえる八条さんというところで、こちらでちょっと軽く食べます。まずはビール、いやー、とても美しいです。で、料理の方はアジフライ、アジはね、大分の名産です。そしてお隣は鳥天、大分のね、超有名グルメ。そしておにぎりは九州なので、なんとなくね、明太子をチョイス。とても美味しかったです。今歩いてきた商店街、途中交差する通りの様子がこんな感じ。こちらガレリア竹町というね、また先ほど歩いてきたセントポルタ中央町とは違う雰囲気。チェーン店が密集してるよりは昔ながらのお店が軒を連ねてる、そんな印象を受けました。で、こちらの通りからカメラを回して、ごめんなさい、目回んないでね。奥へ続く方向が大分の歓楽街方面、こちらも後に歩きます。では一旦駅前に戻ってきました。正面の大通りはアーケード街と並行してる、そんなイメージでいいかと思います。で、駅北口を出て右側に曲がったこちらをちょっと歩いていきます。こちら国道10号線、北九州市から大分、宮崎を経て鹿児島を結ぶ道路。この通りもビル群が凄まじいです。道路標識には宮崎まで196キロと書いてあります。結構遠いですね。ちなみにこの国道10号線は小倉から鹿児島を結ぶ日豊本線と並走している、そんなイメージで良いかもしれません。で、ここを一旦右に曲がり、奥の線路沿いを歩いていきます。この辺りは比較的新しめのマンション群が立ち並んでるエリア、そして閑静な住宅街、そんな印象を受けます。で、さらにここを線路沿いに従って歩いていきますと、こちらオールドレイルボードウォークって書いてあるんですかね、公園のような通りがありますので、こちらをちょっと歩いていきましょう。こちらはおそらく日豊本線の残存した路線を整備して公園化したのかと思います。
こんな感じで鉄道表記に関するものも埋められてます。僕は鉄道好きなんですけど、あまりね詳しくはないんでね、説明はできませんが、まあうまく線路跡を公園化したんだなぁと感心するばかりです。こちら歩道には大分市産の杉を使用したとの情報。調べてみたら大分県産の杉はね品質が良く、全国でも高い評価を受けているようです。左手にある黒い建物は南蛮文語交流館、大友宗麟さんの生きた時代を体感できる施設を、コンセプトにしてるみたいです。やはり大友宗麟さんなしではね大分は語れないかと思います。でこの奥に大友市建跡庭園が広がってます。おー、芝生が綺麗です。当時の姿を復元したみたいですよ。なんでも戦国大名の庭園としては最大級の規模とか。この辺りはファミリー層が多く散歩してて、観光要素もあるけど地元の方の憩いの場、そんな感じがしました。はい、では駅前に戻り、今度は駅前から伸びるメイン通りを歩いていきます。こちらですね。この通りはビル群が本当に多く立ち並んでます。なかなかの都会です。奥にはオーパという複合商業施設がありまして、その奥にこの通りと並行して先ほどのアーケード街がある、そんな感じです。大分県はやはり大分市に人口が集中しているようで、人口約47万人で九州では5番目の人口みたいです。長崎市もかなり都会ですが、長崎市の人口をさりげなく超えているところがまたすごいです。通りの途中には時は百貨店、大分の昔からある百貨店ですね。非常に大きく立派です。でそのお隣にはこちら赤レンガ館。そう、このデザイン東京駅を手掛けた辰野さんによる設計とのこと。中にはカフェやお店が入ってるみたいですよ。この通りはまだまだ見ても通りビル群が続いてます。でちょっとここでこちら赤レンガ館の脇の通りを歩いてみます。この通りがまたおしゃれな雰囲気が出てまして、こちらブティック、あ、今ブティックって言い方古いか、セレクトショップって言えばいいんですかね。おしゃれな洋服屋さんとか、こんな感じでカフェがあったりと、ちょっとした表参道のような雰囲気の通りがありました。こう見ると結構駅前で何でも揃うし、買い物はほんと困らない感じがありますね。ちなみにこの辺りのエリアは江戸時代には大分の経済の中心地だったみたいです。ではね、ちょっと手短ですが、先ほどのメイン通りに戻り、さらに進んでいきます。そうしますと、こちら昭和通り交差点にぶつかります。この辺りからオフィスビルがさらに強化されてきました。もはや大都市の光景です。で、この左側奥が歓楽街の都町、そして右側が市役所、県庁などが集まるエリア、そんな感じです。で、この奥にはお堀のある大分城跡。そう、跡地なんです。城跡公園に入ったらね、こちらまさかの駐車場が。うっそー、これ実はね裏側が整備されてるんですよ。こんな感じでお城がなくても当時の雰囲気を味わうことができるかもしれないので、散歩してみる価値はあるかと思います。城跡のすぐそばにはアートプラザ、大分出身の磯崎新氏設計とのこと。あとね、先ほどの交差点の反対側には大分県立美術館とあり、芸術を味わうのにもねコンパクトでほんと良い街かなと思います。そしてそして、県立美術館の向かい側には NHK と、上は多分ホテルかな、こんな立派な建物も建っていて、大分の街の力強さを改めて感じてしまいます。はい、そしてこちらが都町、大分の歓楽街です。この通りもいろいろなお店が多いですが、並行している通りも同じように栄えてて、結構ね規模が大きい印象を受けます。この交差点の左側もこんな感じ。まだ夕方なので賑わってる様子が伝わりにくいですが、夜になるとネオンが輝いて人で賑わうのではないかなと思います。他の通りの様子はこんな感じで、奥に第5パルコって書かれたお店がありまして、で早速ねネオンが輝いてます。おー、テナント表見たらぎっしりと。そう、この辺り歩いてみた印象としてパルコ系列が多いんですよね。こちら第7パルコ、テナント募集にはね様々なパルコが、すごい勢力ですね。はい、まあこんな感じでここまでの大分の都会的な街並みが伝わったかと思います。一旦ねメイン通りを引き返して大分駅まで戻って、ちょっとお隣の西大分駅まで移動します。
はい、こちら西大分駅からすぐそばにある簡単港園。園内からは別府湾はもちろんサンフラワーのフェリーを眺めることもできます。おそらくあちらのフェリーが大分発神戸行きかと思います。先ほどの都会的な景色から一変、山と海が見える癒しスポット。このメリハリが地方都市ならではの良さですね。園内には何も港を眺めるだけではありません。敷地内にはこんな感じでいかにもおしゃれな港町という建物がいくつか建ってます。で、このレンガ調の建物はまるで横浜みたいですね。で、お隣のこちらはもともと古い建物をうまく改装して作られた感じがします。こんな感じのね。はい、以上簡単ですが大分駅周辺を散策する動画でお送りしました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。